ローランドはスターローンが大好きみたい、小池栄子も大好きみたい、もしかしたらその2人が特別ゲストで来てくれるかもしれないっていうその妙に。インザハウス吉尾ブログです。こんばんは、お疲れ様でございます。2テイク目、お疲れ様でございます。本日も吉尾ブログよろしくお願いいたします。明日は26日になります。11月26日、はいはい、第1回スターロン会、はい、シルベスタースターロン会を開催させていただきます。そのスターロン会というのは僕が生まれてから1年間で8760時間、43年間で37万6600時間ですね。間違ったかもしれない。37万6600時間シルベスター・スタローンのことを考えて生きているんです、はい、生まれた時にオギャーと生まれた瞬間に僕が見たあの画面は1976年、76年はですねロッキーの1が公開された年で、僕は生まれてすぐにですねロッキーを見ているんです。ロッキーを見てるってことはシルベスター・スタローンがまるで母親のように、そんな感じに思ってしまうような逸話があるぐらい全て嘘ですけれども、はい、思っているんですね。で明日はですねシルベスター・スタローン会といってスタローン大好きな方、ランボーが好きな方、ロッキーが好きな方、デイライドが好きな方、ジャッジ・ドレッドが好きな方、全ての作品スタローン、オーバートップ、まあ、クリフハンガー、さまざまありますけども、刑事上ママにおたげで、今日は刑事上ママにお手上げの話をさせていただきますが、はい、そのスタロン会、はい、実はですねこんなスタロン好きな方がやっぱりさお酒を飲んでて、はい、彼女と話していても、うん、友達と話していてもスタロン、あの筋肉バカでしょ、スタロンの話をするとちょっと一歩引くようなちょっと冷めた空気になるような、そんな感じが今漂ってしまってるような、そんな感じでもあります。そんなスタロンの話をお酒を飲みながらスタロン好きの方たちが集まって、ローランドも来てくれればいいね。ローランド大好きみたいですね。ローランドはスターローンが大好きみたい、小池栄子も大好きみたい、もしかしたらその2人が特別ゲストで来てくれるかもしれないっていうその明日11月26日のスターローン会はですね、はい、みんなが楽しみに待ちに待った第1回のスターローンです。でこのスターローン会は随時募集中で、またまあ人が集まり次第、まあ、第2回第3回でやっていくんで、世の中のスターローン好きな方、できればスターローンの親睦ってものをですね深めていって、最終的には狭間道夫さんがシルベスター・スタローン本人までもがここに現れるような、そんな会にしていきたいんです。僕は夢です、ね、世の中ではコミコンっていう秋葉なんだっけ幕張メッセでさ、映画のこうスターたちが集まり、そのコミコンっていうそのなんつうの幕張メッセでやる会で高いお金を払ってやっぱり写真を撮ったりとかそういうこともあると思うんですよ、うん、だからもう僕の夢はですねスターロンとお酒を飲み交わしてみたいっていう、大変なことです、ね、それは今夢ですから、はい、実現しないと思います。僕よりもやっぱりシルベスターさんのこと大好きで、うん、芸能界にいる方も大好きで、うん、僕よりももっと近くにいる方がいると思うんですよ、うん、だけど僕はこの YouTube でターミネーターとスターロンは一生やり続けていきたいと思ってます。この2つは大好きなんです。そんなシルベスター・スタローン会をこれから盛り上げていくために、どんどんスタローン好きな方、やっぱりスタローン好きな方はですね裏切りとかそういう妬みとかそういうものないと思うんですよ。スタローンに教わった温かい気持ち、そのロッキーっていう作品を見て、ランボーっていう作品を見て、さまざまな映画を見てきてるから、スタローン好きな方は心が通じ合えると俺は思っているんです。かっこつけないよね。かっこつけない、そうかっこつけないでしょ。かっこつけてる人はさ、スタローン、うん、そう言うよね。そう、ケチコとかさね、相当言う、言うでしょう。でもスターロンが本当に好きな方はスターロンが好きってことを堂々と、俺テレビでインタビューされて、例えばなんか他のさ政治のこととかさインタビューされるとするんじゃない、俺はスターロンが好きですってことを堂々と言えるぐらい政治のこと言われてるのよ。スターロンって言っちゃう、スターロンだ、スターロンの政治ですよ。俺の中の政治はスターロンなんです。それくらいスターロンの話をいつでもどこでも、会社の会議でさえも言って殴られるような、はい、そんな男でございますけども、どうぞよければですねチャンネル登録をした上で、はい、スタローン会にも参加していただけることを待ちに求めます。だからスタローン会、まあ、最初にちょっと説明させていただく補足があるんですけども、はい、このお店パンチ&ジュリー荒川区のパンチ&ジュリーで、喫茶店なんですけど、夜はまあお酒を飲みながらこうバーみたいな感じで飲めるんですね。
ただここでスタローン会開催させていただきます、はい、ただ一つ、うん、まあマスター関係なくですね、僕からちょっと言わせていただきたいのが、はいはい、このお店なんとですね、はい、お金を払って借りてるとかではなく、はい、マスターの行為スタロン好きっていうことで、うん、その時間を割いて閉店後にスタロン会を開催できるような感じになってます、うん、なのでもしスタロン会にお越しいただいた暁には自分の飲んだ量だけでいいんです、お支払いは。だけど世の中今昨今ですね、例えば居酒屋さん、はい、喫茶店、いろんなところがあります。個人経営のお店、そこに行って、はい、まあこの間もほらお話出たように、はい、個人経営の居酒屋さんにカップルが来る、はい、そのカップルがビール1本を頼む、はい、そのビール1本をグラスを出そうものも、もっとちっちゃいグラスありますかっていうぐらいに、はいはい、そのちっちゃいグラスでビール1本500円のものを長時間5時間ぐらいかけて飲むような、はい、意味のわかんない方たちがいる、この昨今。できればですね、おかわりっていうものは個人経営の店、小さい喫茶店、いろんな店ありますけども、サイゼリヤとかスターバックスとかそういうところはパソコンをいじりながらコーヒー一杯で何時間いてもいいんです。ただですね、個人経営の居酒屋だとかそういう喫茶店とかそういう小さいお店は回転率っていうものを求めたい。なのでできれば1時間に1回ぐらい、まあ、ちょっと多めに見て、本当は俺なんかもうすぐ飲んじゃう、30分に1回ぐらい、もう1時間1杯で過ごすってことは相当、でも1時間5時間で1杯で5時間いる人もいるぐらいなの、1杯で5時間いてみてごらんなさい。ここでもいますからね、潰れますよ、潰れますよ、そういうことなんです。潰れそうなんです。さあ、よろしくお願いいたします。そんなスタロン会、決してですね、店の売り上げを上げるためではなく、はい、だから何杯も飲んでくれそう言ってない、言ってない、もう1杯2杯でいいんだけども、これは YouTube でほら誤解されるスターロンが結局開いて結局売り上げにするんでしょって思うかもしれない。一切お金、会費も取らないですから、会費も一切取らず自分が飲んだ、ただもちろんですね、おにぎり持ってきたりとかコーラ持ってきたりとか、持ち込みでいきなり来られてもそれはちょっとどうかと思う感じの、もう閉店後の貸し切りしてるから、食べ物持ってきてもいいよ全然。あ、本当？全然いいけど、ただやっぱり飲み物は、うん、1、2杯、1じゃ2杯ぐらいは飲んでくれればありがたいから、ポテチとかお菓子は持ってきてもらって、もう持ってきてください。あ、そういいね、だみんなで自分家で飲んでるような感じ、そうそうそう、自分家で飲んでるような感じで、しかも、まあ、おしゃれのお店でスタロンの話ができる、このスタロン会というものは素晴らしい話ですよ。 YouTube 撮り放題してください、ね、はい、撮り放題、皆さん YouTube 撮り放題ですよ。ただスタロン全然好きじゃない人が俺スタロン好きだぜって嘘をつきながら撮るのは勘弁してください。スタロン好きってものは心がみんな通じて、スタロン嫌いな人とスタロン好きな人がいたらやっぱり温度でわかるからね、スタロン好きな方と色が違うんです、オーラが違うっていう話です。はい、そんな本日はですね、はい、スターローンのニュース、先ほども言いましたけども、刑事ジョーママにお手上げ、最高の最悪のスターローン映画、最低のスターローン映画のコメディ作品がある刑事ジョーママにお手上げです。刑事ジョーママにお手上げ、知らない方もいらっしゃると思うんですけども、これスターローンがですね、昔コメディ映画に出てるんです。それは刑事ジョーママにお手上げ、劇場で見ちゃったからね。俺も劇場で見ちゃった。すげえ面白いと思って見に行ったら、なんかね、もうね、見終わった後に、え、スターローンこんなのに出るの、コメディー路線行ってしまうのって、うん、ちょっと悲しい気持ちになったんだけど、うんうん、一応俺の頭には、最初の頑張ってかっこよく銃を構えるスターローン、はいはい、だけど、シーンが変わって切り替わった瞬間にスターローンがなんとおむつを履いてるんです。あのムキムキの体におむつだってね、おむつ、あれはね、衝撃的な、多分あるかな、映像、写真あったらここに載せますけど、おむつ姿のスターローン、劇場で1回しか見てないんだけど、あれはあの妄想だった、夢です、夢だよね、うなされて起きるんです、夢だよね。だから、まあ、面白いよ、おばあちゃんのお母さんが出てきて、そのママにお手上げする刑事ジョーっていうスターローンが描かれるコメディ作品なんだけども、ね、今はい、その作品がですね、なんと今は仲良きアーノルド・シュワルツネッガー、これターミネーターの話にもつながるんです。あの頃って1980年代頃、スタローン、ターミネーター、スタローン、スタローンとアーノルド・シュワルツネッガーは筋肉ムキムキマッチョとしてお互いにいがみ合い、罵り合い、そして自分が売れていく、自分が売れていく、お互いに戦ってたわけですよ。そんな2人がですね、これ逸話でシュワちゃん、はい、スターローンを陥れるためにですね、最低の映画に出演させたことを今回認めました。はい、仲良くなって、実はですね、最低の映画で出演させたんだよってことを認めたシュワちゃんの優しい、もう2人の間ではギャグに終わってる、
はい、それをちょっとお話しさせていただくスターロンムービーニュースでございます。はい、いきますよ。来日中の俳優アーノルド・シュワルツェネッガーが良き友人ライバルでもある俳優のシルベサ・スタローンを陥れるためにわざと最低の映画に出演されたことを過去を暴露しました。最低だと知ってて出演を進める。いよいよ11月8日から金曜日がシリーズ最新作ターミネーターニューフェイトの公開がスタートする俳優のアーノルド・シュワルツェネッガー。超最新のあれだね、はい、もうアーノルド・シュワルツェネッガーがターミネーターニューフェイト公開してますよね。これちょっと前のニュースなんで、80年代にライバルとしてしのぎを削り合っていた俳優のシルベスタ・スタローンを陥れるためにわざと最低の映画に出演させた過去を米人気トーク番組ジミー・キメルライブジミー・キンメルライブで明かした。アーノルド曰く80年代は筋肉の質から出演映画の興行成績持っている武器の大きさ、さらに映画の中で人を殺した人数やその殺し方までありとあらゆることで比較されたという2人。当然アーノルドもシルベスター・スタローンほどをライバルとして意識していたそうで、当時2人はまさに戦争の真っ只中だったのだそう。ターミネーター、まあ、シュワちゃんは、まあ、本当映画の中でターミネーター、コマンド、そう、さまざまな映画の中で人を殺したキルカウント、ランボーも、スーパースタローもランボーの中でランボー1、2、最高に人を秒間で殺していく作品、映画の中で最高に人を殺した、まあ、ベストギネスを持ってるぐらいスタローンすごいんですよ。ランボーを殺しまくりだからね、軍隊一つ潰してますから。そうですね、はい。でそんなアーノルド・シュワルツェネッガーアーノルドに対し番組司会者のジミー・キンメルが風の噂を耳にした。アーノルドがわざとシルベスターのことを最低映画に出演させたという話の真意を問うと、アーノルドから本当だよ、それも戦いに勝つための作戦の一つだったという衝撃答えが返ってきた。はい、何でも最初にその最低の映画のオファーを受けたのはアーノルドだった。だからアーノルド・シュワルツェネッガーが刑事上ママにお手上げに出るかもしれなかったってことですね。台本を読んでクソだと思ったアーノルドは丁重に出演をお断り、その後同じ映画のオファーを受けたシルベスターから連絡を受けたアーノルドは出演を考えている素晴らしいアイデアだと思うと思ってないことをシルベスターに伝え同様にアーノルドのことをライバル視していたシルベスターはその言葉を聞いて速攻で出演を決めたそうだ。だから、ね、スタローンのところにオファーが来て、うん、アーノルドの時に相談の電話をする、うん、アーノルドは自分はクソだと思って出演しなかった映画にこれはすごいよこれは俺も出たいよっていうような、そしたら、まあ、スタローンはさやっぱりさ結構だからまっすぐだからねそう手話がこう思ってる俺が先にやんなきゃってな、コメディ路線に変わった段階だから、うん、シュワちゃんとあのスタローンって同時期にツインズとかさ、ね、アクションをやめてコメディに行ってみようっていう感覚のところがあったんですよ。そのコメディで戦っていこうっていう一つアクション映画から変わっていった、うん、その時に刑事上ママにおたけに出てしまったのがスタローンってことですよね。はい、打作になるとアーノルド直感は当たり、案の定映画は彼の言葉を借りるとトイレに真っ逆さまという散々な結果に終わった。ちなみにシルベスターがアーノルドに騙されて出演してしまった作品は1992年の公開映画刑事上ママにおたげストップオーマイマムウィルショット、そんなあんの、はい、そのタイトルです。方で気になる人はチェックしてみてはってことですね。刑事上ママに、まあ、刑事上ママにおたげスタヤに多分ないです。ないんだ。伝説の映画になってる可能性もあるんですよ。俺ら劇場で見てからね。だってオーバートトップないからね。オーバーストップがないから刑事上ママにお手上げがあるとも思えないんですけども、絶対 CS とか BS でもやらないもん。刑事上はオーバーストップをやるで、よくあれを映画館に見に行ったなと思って。いやー、ね、まあ、スタローンだからね。スタローンだから見に行ったけど、ひどかったよね。でも好きだったよね。だまあだまあ、スタローンが出ることによってどんな作品もあスタローン出てるじゃん、面白いじゃんって言うから、みんなの作品だ、いろんな俳優いるじゃない、芸術的な俳優もいればその俳優たちがいっぱいいて、その中でもひときわ、ごめんなさい、俺の中でなぜスタローンって言ってるかというと、スタローンと、まあ、アーノルド・シュワルツェネッガーもそうですよ。ただアーノルド・シュワルツェネッガーはターミネーターから好きで、彼自身も好きだけども、スタローンは
ごめんなさい、俺本当に本人が好きなんですよ。俺もそうなんです。好きでしょ。だからさまざまな映画、ランボーとかロッキーよりも素晴らしい作品って世の中にはいっぱいあるかもしれない。だけどもそれは別格である。いつも映画レビューしてますけども、それはスタローンに関しては別のところにいる一箇所としてご紹介させていただいてるんですよ。だから今回ターミネーターニューフェイトすげえ好きです。まあターミネーターニューフェイト、ターミネーター1、2好きだし、アーノルド・シュワルツェネッガーの作品好きなんだけども、スタローンに関してはまあ別格。スタローンだ、スタローンが好き、うん、スタローン。そう、これから先スターウォーズ年末にやりますけども、スターウォーズは切っても切れない大好きな作品です。ただスターウォーズっていうものに別格でシルベスター・スタローンだからもう一緒にしてないんで、世の中の、まあ、映画レビューはさ、さまざまさ、1年間に今年のベストとかいろいろ発表しますけども、俺はあえてめんどくさいから発表してないんですよね。見た作品もあんまり覚えてないから、忙しすぎて。だけども、これから先行くにあたって、来年ぐらいはちょっと今年のベストとかやってみたいんだけども、俺の中ではどんな年でも、スタローンの作品が1位になっちゃうんですよ。ロッキー1位だし、ロッキーファイナル2位だし、で、ランボーもあるし、ランボー3ある。昨日俺はアマゾンプライムでランボー4を見たんですよ。ああ、そう。たまたま親が見てなくて、あれ見てないの見るっつって、アマゾンプライムにランボー4が吹き替え版と字幕があって、でもちろんほら字幕読めないから吹き替え見せてあげて、うん、そしたらまあ素晴らしいと。最後の戦場、最後の戦場素晴らしい。あれね、俺1回目見た時はやっぱりちょっとまあ殺人的だな言ってたよね、うん、だってスタローンがさ中で言ってる、これは国のために戦うものではない、人を殺すのは国のためではなく俺のために人を殺すんだ、その先の発言自体はちょっと一歩間違ったらもう人を殺さないと生きていけない。だけどもそのランボーっていうものは最後さ、本当もう何回も泣くんだけども、最後にランボー4の最後で牧場ランボー、 M ランボーだっけ、なんか R ランボー、 M ランボーって書いてあるポストに入って、その時に着てる服装がランボー1ね、ラストブラッドですよ。ラストブラッドじゃないな、ランボー1なんだけど、ファーストブラッド、ファーストブラッドの時に着てるうん、M なんとかっていう、うん、MA1、 MA1 じゃなくて、ね、これコートみたいな、なんか分かんないけど、あれを着てるわけじゃない、着てる、ね、俺も持ってましたよ、小学中学生ぐらいの時持ってました、あれで、あれを着てズタ袋を担ぎ、あの時の姿のまま、まあ、ジーンズとかは違うけど一応だって家に帰ってきて、あの町に帰ってきた、警察官にいじめられ、そこから刑務所に入り、ね、ベトナムに、ベトナムだっけ、タイとかに行き、そこからアフガニスタンに行き、やっとその何十年の年月をかけてランボー4で牧場に戻ってきたわけじゃない、ね、それっていうのは長い年月をかけて僕たちが、ね、子供の頃にランボーを見た、そこから一回も彼は帰ってないんですよ。同じ時間軸で動いてるランボーっていう作品はスタローンの映画なんだけども、ジョン・ランボーにずっと一緒に過ごしてきたって感じじゃない。だけどそのジョン・ランボーの映画がここで話しますけども、ランボー5ラストブラッド、いつになったら公開決まるんだって話。本当に何もないの。ね、ニュース俺すげえ散々調べてるんだけども、全くと言っていいほどいつ公開とか出てないんですよ。でこれ危機で、まあ例えばさ、ビデオ出ちゃうじゃない、 DVD 海外で出ちゃうじゃない、海外で DVD が出てしまうと今の作品というものは字幕が日本のやつで出ちゃうんですよ。どういうことですか。海外版を買っても中には日本語の字幕が載ってるものが最初からもうそういうふうに作られていて、海外の DVD を手に入れても映画館でやる前に家で見れちゃしまう作品もあるぐらい。だから今回の、ブライドバーン、スーパーマンみたいな少年が悪魔になる、あれ映画館でやるときに DVD も出てしまって、それを仕入れて家で見てる人もいるぐらいの感じになっちゃう。でもランボーに関してはやっぱりあの頃と日劇とか あそこに行って見た方たちは劇場でやっぱり最初やってほしいじゃない。だってあの頃って、まあ、今はさ映画の売り場コーナーで絶対無理だけど、ランボーナイフのレプリカが売ってたんですよ。本当ランボーナイフの、俺、小学校 4,5 年生の時に移動教室ですよ、ナイフを1個持ってきてくれ、うん、ね、うん、使うから、うん、俺ランボーナイフだったんですよ。そう、それ使えるナイフなの。それがねレプリカじゃない、普通のナイフですよ、みんな削られるじゃない、うん、ランボーナイフでお店に売っていて、あのランボー2とか3とかの、ランボーナイフが売ってるんだけども、そのランボーナイフっていうのは刃が削られて四角いんですよ、切れないの
だよね、飾りだよね。そう、飾りなんでも切れないけども、 その乱暴ナイフを、それ で必要以上にさ、後ろのキャップにコンパスを開けて、 あの中にマッチと針と糸が入ってるんです。入ってたの？入ってるんです。すごい、使うこともないんですよ。乱暴ナイフ、多分実家の物置のどっかの引き出しの中に入ってるんですよ。サック付き乱暴ナイフ、乱暴ナイフですよ。乱暴2の乱暴ナイフ、俺は持ってるんだけど、どっか行っちゃったんだけど、ギザギザになってる ね、 あのそう、そんな感じになるまで乱暴が好きな方が待っている乱暴5をなぜやらないんだ。どういうことなのか、配給会社は決まらない、わかんない。だからよっぽど、もしかしたら大脱出2が映画館で1週間しかやらなかったように、もしかしたらですよ、もしかしたらこの乱暴5、俺らが望んでる乱暴5じゃないかもしれない。大脱出と乱暴一緒じゃない、一緒にはしないけど、だけどそれがいろいろあるわけじゃない。だけど映画会社で今働いてる人っていうのは若い世代なわけ、絶対に。ね、俺みたいな40超えの人が映画会社にいる、あの頃ってスタローの作品取ってくる、日劇でやる、でっかい画館でやるっていう作品だけども、今はランボーの作品よりもいっぱい上映するものがある。ランボー若い人は知らない、ワンツー見てない、そんなファンがいないランボー、若い人がもしその映画会社にいてしまったら購入したり配給したりってことをまずしないですよ。だから俺はここで言わせていただきます。本当にターミネーターの再生数は伸びていったんだけども、ランボーとか他の作品を言うとまだチャンネル登録者少ないんで再生数あんまり伸びないんですよ、うん、だけども、うん、ランボーのスターローン回、うん、スターローンの再生リストをどんどん増やしていくことによって、もしこれからスターローンがさ年取ってからいろいろ作品をやるじゃない、うん、このチャンネルの登録者が増えて、このスターローンの再生数の再生リストがどんどん再生回数が上がれば上がるほど、映画会社の人たちもスターローン、若い方もスターローン、どんな方にもスタローンっていうのが本当にエブリバディスタローン、本当に何もかもがスタローンですよ、ね、いいねいいね。だとスターバックスに行く、うん、注文するときにスタローン、もうスタローンで全てが取ろう。だからここに来てお酒を頼むときもスタローン、何もかもがスタローンの一言で世の中進むように、世の中キャッシュレス化進むじゃないですか、キャッシュレス化ね、キャッシュレスですよ。キャッシュレス化と同様にスターローン化が進むようにですね、僕はこの YouTube を頑張っていきたいと思うっていう今日のコロコロの締めでございます。はい、25分41秒、スターローンの話だから長かったけど、これはスターローン好きな方だけが見ていただければいい動画なんで、スターローン好き以外の人は見ないよこれ、見ないでしょ、うん、でも見たらいいんですよスターローン。スターローン、どんなスターローン、スターローン知らない人がスターローン見て、スターローンのこの再生リスト、スターローンそんなにスターローンって見た時に、そう、何見た時にね、一番最初に見るスタローンの映画がいい作品だから、ランボー1を見てください。大人になった後に分かるあのランボー1の素晴らしさ、ね、ランボーをもう本当にアクション映画とはして見ずに、ランボー、ジョン・ランボーの生き様として、うん、人生としてあの作品のアクションを踏まえて見た時に、ランボー4のあの最後のシーンにつながった時、うん、多分世の中にはない、今までに感じたことないような感動をですね、絶対に感じることができるっていうのがロッキーランボーなの。 そうだね、それでロッキーランボーでスターローンのことが好きになった後にですね、うん、デイライトだとかクリフハンガーとかいろんな作品を見ることによって、普通のその作品、スターローンがあんま好きじゃない方がクリフハンガーとかデイライトを見てもえって思うかもしれない。だけどスターローン好きな方はその作品を見ることによって、その方たちの何倍も好きになれる、面白い、本当なんですよ。これ多分その人を好きっていう補正が加わることによって、人生の中に一つスターローンの映画ってものがものすごく大きくですね、その通り、映画が化けるよね、化けるんですよ、本当に。だからいいんですよ、だからどうせ補正して好きだから好きだって言ってるんでしょう、そう、好きだから好きだって言ってみんなに勧めてるの、好きなんですよ、スタローン自身が好きだから、俺はスタローンが、まあ、本当だから、ローランドさん、小池栄子さん、そこまで好きだったらですね、ぜひこの本当にマジ、お金は払えないですけども、一緒にスタローンについて語り合いたいです。本当ですよ、ね、はい、まだもうちょっとで1000人ですけども、まだ1000人いってないんですよ。皆さん、映画レビューの方たちは1000人いってます。だけど俺はまだ行ってないんで、これから先も頑張ってスタローンを盛り上げていきたい。YouTube 界のスタローン再生リストを作っていくんでですね、好きな方はぜひ協力していただけることを
よろしくお願いいたします、はい、それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。それでは明日はスターロン会第1発目、本日この動画は夜に上げますけどもまだまだ間に合います。当日急に参加でも OK です。夜8時半から荒川区、はい、僕のツイッター上 DM もしくは場所が分かんない方はあのパンチ&ジュディですよね、ここにちょっと出します、パンチ&ジュディ、はい、このパンチ&ジュディに来ていただけることによってスターローンの話が一緒に飲みながらできるっていう最高の会をですね、はい、やらさせていただきたい。ただこの動画を26日以降に見た方、ああ知らなかったから参加できなかった、大丈夫です、第2回第3回もやっていくんでぜひご参加いただけることを心待ちに、スターローン好きな方と知り合えることを心待ちにしていますんでよろしくお願い。長いよ、お疲れ様でした。I'll be back. I'll be back. ターミネーターはやめないです。